現場の西山さん。ちょっと古いっす、はい、3月30日、はい、ラーメン西山屋天気予報の時間です。アリース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 はい、どんな感じですか。今日は曇ってますね、はい、今日の天気は曇りのち晴れですね、はい、最高気温が19度、はい、最低気温が11度ですね、はい、今朝の5時半ぐらいです。5時半ぐらいになるとちょっと明るくなってますよね。はい、まあ、スズメの声が聞こえますね。はい、なんかいい声、いい声で鳴いてますね。そうですね、カラスも鳴いてますね。カラスも鳴いてますね。なんかたまにはこう自然に耳を細めて、はい、癒されます。はい。朝ってなんかいいですよね。いいですね。早起きは何の特化してます？何ですか？三毛の特って言います。そうなんですね。はい。早起きすると何かいいことあるんですよね。あ、そうなんですね。そう。で、今日は雨が 30% の確率です。あ、午前中 30% で、はい、昼から夜にかけては雨が降らないと思います。そうなんですね、はい、もう3月30日、明日で終わりでしたっけ。明後日ですね。明後日で終わり、はい、そろそろ4月ですよね、はい、そろそろ新学期って感じですか。そうですね。木村君は何年生になるんですか。2年生になります。はい。僕は何年生になるんですか。大将はもう卒業してますね。はい、じゃあアリース。アリース。